こんにちは、心理カウンセラーの高森です。今回のテーマは避けた方がいい精神科医のタイプとはです。これは非常に簡単で、当然精神科医ですから薬を処方することが多いと思うんですね。でその薬についていろいろ質問した時に不機嫌になる方っていらっしゃるそうなんですね。こういった治療っていうのは医師が決めて患者はそれに 100% したがという一方的なものでは本来ないと思うんですよね。話し合いながら協力関係を築きながら薬の処方が決まっていくというのが本来あるべき姿ですね。事前に説明を受けて納得できるとかできないとか、そういった過程も必要ですし、このように質問するだけで不機嫌になるっていうのは要は一方通行の治療っていうことですよね。でそれではやはりこちらの方は不満とか不安が募ってきます。双方向的に話し合いながら決まっていくっていう協力関係で治療をやってくれる、そういったお医者さんを選ぶっていうことをお勧めしています。このようなことをお知りになりたい方はカウンセラー高森で検索してみてください。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。